第43回衆議院議員総選挙は2003年11月9日に日本で行われた国会議員の総選挙である。自由民主党と公明党、保守新党の与党3党で絶対安定多数を維持したものの、自民党は10議席を減らし、与党全体としては12の議席減となった。対する民主党は大幅に議席を増やし、177議席を獲得。177議席は自民党以外の政党の議席としては1958年の第28回衆議院議員総選挙における社会党の166議席を上回り過去最大となった。その一方で日本共産党と社会民主党はいずれも解散時の議席を大きく減らし自民党と民主党による二大政党制の色合いが強くなった。選挙前に小泉自由民主党総裁が中曽根康弘、宮沢喜一両元首相にも比例代表の73歳定年制を適用する方針を表明し、85歳の中曽根が眼鏡に抵抗して話題となった。中曽根が出馬せず、この選挙で当選した山中貞則が翌年死去したことで、55年体制以前に当選した現職議員は姿を消した。投票率アップのための総務省のイメージキャラクター野党第一党である民主党の立候補者数が過半数を上回っている。自民党、民主党、公明党、保守新党、社民党諸派、無所属補欠選挙民主党、自民党、公明党、社民党、共産党繰り上げ当選比例復活当選。ありがとうございます。